ラメ子ダンサーの松本真理子です。今日は自宅でできる体幹トレーニングをいくつかご紹介します。踊っていて体がフラフラするという人、1日5分でいいので一緒にやってみましょう。それではバモース。軽く膝上げる、軽くね、ほんまについてるかついてへんかぐらいで一番しんどいのは、の状態でスタンドアップの状態から肘しっかり伸ばしてもらって上げてくる。そう、1、この時も浮いてるでしょ。ここを動かさない。はい、反対、2、肘伸ばしてね、頑張って肘伸ばす。そう、はい、3、左が肘伸びないね。そう、5、6、16回いきましょうか。7、8、9、10、あと6回、1、2、そう、そう、頑張るよ、3、4、5、6、 OK。バードドッグ目、手は右手、逆今度左足上げます、で、意識してほしいのは親指上、で、足首は90度で、つま先は真下に向くように、で、肘は伸ばしていただいて、肩上げるときは肩甲骨を寄せるようなイメージで上げてくる、で、足上げるときはお尻の筋肉でしっかり上げてくるようなイメージですね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 1、2、手を遠くに、そう、手と足を遠くに、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 この状態で、できるだけここ、そう、この状態で、1、2、3、4、5、6、はい、1、8、9、10、 OK。 反対、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 お疲れ様でした。体幹トレーニングは日々続けることで体が変わり、踊りも変わってきます。毎日できなくても週に 2,3 日でいいので、ぜひ続けてくださいね。この動画が役に立ったという方は、この下にあるいいね、高評価ボタン、チャンネル登録の方をぜひしてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。それではまた。トレーニング頑張ってね。練習も頑張ってね。